天気予報をお伝えします。ここ数日暑い日が続いて、もう梅雨明けしたと聞かれることが増えました。いえいえ、まだ梅雨明けは近畿は1ヶ月ほど先ですね。明日からはまた次第に梅雨空が戻ってきそうです。ポイントはこちら。曇ってしまいそうよ。明日は1年で日が一番長い夏至なんですが、夏至の太陽は雲の向こうに隠れていってしまいそうです。詳しくお伝えしていきます。まずは天気図です。晴れの天気をもたらしていた高気圧はどんどん東へと離れていく見込み。変わって西からはまた梅雨前線が西日本に近づいてくるので、天気は下り坂に向かうでしょう。明日の時間ごとの天気です。朝のうちはまだ晴れ間の出るところもあるんですが、だんだんと雲が厚みを増して、午後になりますとにわか雨のところも所々で出てくる見込みです。そして夜になりますと雨の範囲が次第に広がってきそうなんですね。明日の時間ごとの天気です。徳島では昼を過ぎますと広い範囲で雨が降り出すでしょう。近畿の各地は曇りマーク一つのところが多いんですが、にわか雨のところが出てくる可能性のある時間帯を示しますと、兵庫県など西の地域では昼頃からはもう雨が降りやすくなってきそうなんですね。明日の午後は折りたたみ傘があると安心です。夜遅くなる方ほど雨具を持って出かけるようにしてください。湿気も増えてムシムシとしそうです。朝の最低気温は今朝よりも高いところが多く、20度を下回らないところがほとんどです。京阪神も22度までしか下がらない見込みです。日中の最高気温も曇り空なんですけれども、北部や中部は28度29度くらいまで上がる見込みです。かなり蒸し暑くなります。暑さが続いて疲れが溜まっていると熱中症にもかかりやすくなりますので、体調管理にはくれぐれもお気をつけください。週間予報です。あさって木曜日は午前を中心に広く本降りの雨となるでしょう。特に南寄りの地域では雨足の強まる時間帯もありそうです。そして金曜日と土曜日は晴れ間も出そうなんですが、この2日間は変わりやすい天気となりそうです。にわか雨のところもありそう。この先は曇りや雨の日が多く、梅雨空の日が多くなりそうです。最後に洗濯情報です。明日は西から雨の降りやすい天気となっていきます。早めに干して早めに取り込むのがおすすめです。